カレル・ドールマンは、オランダ海軍の統合支援艦、揚陸艦と補給艦を兼務するものである。貨物庫0 0 0平方メートル、弾薬庫730平方メートルを確保し、海は8700立方メートルを搭載可能である。また1日あたり125立方メートルの作り水能力を備えている。洋上移送装置としては、上部構造物直後に、門型ポスト1機を設置している。 病院船機能も充実しており、手術室2室と X 線撮影装置のほか、MRI 装置も搭載される。2350平方メートルの車両乾板を設置しており、100トンの耐荷重を備えたランプによって、ローロー機能を発揮できる。固有の搭載艇として、ラビットに2隻の LCVP を搭載しているほか、完備の軽量スペースや、力量40トンのクレーンを用いて、 機動用陸艇への物資の搬出、搬入も可能である。5艦板はヘリコプター艦板とされており、長さ80幅30メートル、発着スポット2個を設定している。またハンガーは1060平方メートルを確保した。NH90 ヘリコプター6機を搭載可能であり、また CH-47 の運用にも対応している。センサーは、 コラント級小会館でも採用されたアイ m 4 0 0統合センサーシステムが搭載される。これは下記の各種センサー等を統合している。ウィキメディアコモンズにはカレルドールマンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。